どうも、おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今日はこの新型フィットの後部座席とトランクルームにスポットを当てて詳しく紹介していこうと思います。それでは早速行ってみよう。それでは今回はこの新型フィットのトランクルームを見てみましょう。いや、コンパクトカーにしてはやっぱり広いですよね、この新型フィット。このフィットの強みはこの広さですよね。ちょっと倒してみましょう。フルフラットっていう感じではちょっとね、ちょっとこちら段差があるんでフルフラットっていう感じではないですけども、まあ、ほぼほぼこんな感じですね。ちょっと寝転がってみようかな。ちょっと身長168センチの私が寝転がってみて、こんなぐらいの大きさです。足はちょっとはみ出しちゃいますね。足はこれぐらいはみ出しちゃいます。斜めにするとどうでしょう。斜めにするとちょっとやっぱりちょっとはみ出しますね。横に寝ようと思ったら今ちょうどこれぐらいです。ちょっと足がはみ出しますが、斜めでこれぐらいの感じですね。まあ、そこまでこの段差が気になるかどうかと言われたら、そこまでめちゃめちゃ気になるわけではないですね。まあ、でもなんか下に引かないと多分痛くはなったりするかもしれないです。どうでしょう。まあ、フィットであんまり車中泊とかあんまりされないとは思うんですけども、まあまあこれぐらいフルフラット気味になるのはいいと思います。こんな感じですね。168センチの私が斜めで寝転がってこんな感じです。まあ足はちょっとやっぱり出ますよね。どう、圧迫感ないんちゃう、天井高いから。そうですね、結構開放的ですよ。うん、まあ、寝ようと思ったら寝れるかなって感じですかね。そんなにここの段差あんまり気にならないですね。腰のところにこれが来ると多分ねちょっと気持ち悪いと思うんですけども、これが足元のところの段差なんでそんなに気にならないですね。まっすぐになるとまっすぐでこんなぐらいの感じですね。まっすぐだとかなり足元は出ますけど、まあ、でもやっぱりひどいですよね。シナポンは身長いくつ。161センチの女性がまっすぐ横になるとこんな感じです。ちょっと斜めになってみようか。斜めになると足も結構入りますね。これぐらいの大きさです。どうですか、快適ですか。というか車内泊したことないけど寝れそうですか。寝れなくもない。そうだね、やっぱり広いよね。ホンダ独自のセンタータンクレイアウトなんでやっぱり広いですよね。新型フィットの後部座席広いですね、このトランク。さあ元に戻してみましょう。これは跳ね上げることもできるんですね。これはこういった感じで跳ね上げることもできます。こっちもちょっと上げてみましょう。こんな感じでこういった形すると子供とかのベビーカーとかも積みやすいと思いますよ。やっぱりこの高さがあるから結構魅力ですよね。やっぱりこの高さがある分ベビーカーとかも入れやすいかなと思います。これは広いですね、本当にこの使い勝手な良さがいいですね。
後ろも広いですね。やっぱりさすがフィット。ここら辺はヤリスとの違いですよね。ヤリスとかマツダのマツダ2とかに比べたらやっぱり足元広いですね。今椅子の方はドライバーで合わせてるんですけども、それでも今拳2つ入ります。足元めちゃめちゃ広いです。私身長の方が168センチなんですけども、ゆったり全然伸ばせますね。これは広い。だらんとしたね、こういった姿勢でもこんだけまだ余裕がありますからね。ヤリスとかだったらここがつくんじゃないでしょうかね。これは後ろの座席も死んでないですよね。これは全然使えます。この広さいいですね。この頭部のここも全然高さがね調整できますんで、いやいいなこれ。この質感もね、このファブリックのこの質感も結構いいですよね。この質感いい。このクラスで珍しいこのアームレストも後ろにも標準装備されてます。これいいですね。これ多分後ろの方も多分かなり快適に過ごせるんじゃないでしょうかね。こんだけ広かったらこれはいいですね。でちょっとここも閉めてみましょうか。ここを閉めてもねそんなに圧迫感がないんですよ。後ろの座席もこういった感じでね結構視界が良好です。後ろの席もこういったコンパクトカーになるとね、後ろの席は結構死ぬような感じでね、あんまり使えないような感じになりやすいんですけども、これは本当にいいですね。これは後ろにもここに三角窓ついてますね。まあ、それもあってか光も入ってきますんで圧迫感が余計ないですね。ここに三角すごいですね。三角窓にですね、後ろのここにも三角の扉があるんで、ここ三角窓ですね。ここもあるから光が入ってきますし、本当圧迫感を感じないんですよね。なんか後ろの席本当快適です。これはいいですね。これ大人の方2人後ろに乗っても全然いいでしょうね。さすがに5人ってなるとね、真ん中の席、ここの座り心地は、まあ、ここはねあんまり座るようなもんじゃないと思うんですけど、ここはさすがにねなんか浮き上がったような感じでちょっと快適には過ごせないですけど、大人4人でも全然これは快適ですね。これがやっぱりヒットの強みですよね。他のヤリスとかマツダ2とかの違いですよね。この後ろの席がいい。トランクルームの広さとこの後ろの席の広さ。さあ今度は女性の方に座っていただきました。女性の方が身長161センチなんですけども、どうでしょう、足元広いですよね。こんだけ空いてます、全然余裕ですよね。どうですか女性が座ってみて後ろ。広いねこれ本当ね。座り心地もいいですよねこれね、本当この椅子がね上質感があるというか、ホールド感も結構ねそこそこにあります、ちょっとそっちの扉閉めてみましょうか。閉めてみても開放感ありませんか、すごい開放感あるよね。ここに三角扉がついてますんで、やっぱり開放感すごいですね。ね。これは広い。ちょっと私も乗り込んでみますね。いやー広いですね本当。広いです、快適ですねこれは。アームレストも2人いけますね。そんな大きくはないんですけど、2人ともアームレスト使えますよこれ。いいですねやっぱりアームレストが標準装備されてるの。これはいいな、やっぱりこれがフィットの強みですよね。この後ろの居住性を殺していないっていうね、このコンパクトカーでもやっぱり実用性ナンバーワンじゃないでしょうか。これは売れると思いますよ。もう後ろのヘッドレストのこの上の部分、ここの上になんかここもなんかこういった感じでなってますね。これは全然気づきませんでしたね。ここそんな見るとこじゃないんですけども、まあ、後ろの人から見たらねここは見えますけど、ここはこんなになってるの珍しいですよね。でこのフィットにはここにスマホ入れみたいな大きさがあります。ちょうどですねスマホ入れに、スマホ入れるとこんな感じです。まあ入れやすいですよね、まあ、スマホをちょっとこういう感じでカシャッとした感じでね、まあ、これぐらい入る感じです。ここには袋はついてないですね。逆にここに何もついてないですね。左の助手席側には
ういった感じの袋がついてます。でも運転席側にはここついてないですね。助手席側にもスマホを入れるようなところがついてますね。こんな感じです。ここの荷物置きいいですよね。ここ使いやすそうです。私のちょっとショルダーバッグ置いてみましょう。ショルダーバッグがちょうどですね、ちょうど乗っかります。やっぱりここ置けるのいいですね。やっぱりどっか行くときってカバンって置くと思うんですけども、まあ、助手席に人が乗ってるとカバンを置くところが後ろの席だったりとかするんで、それを取るのがね面倒くさいんですけども、これはここにちょうどの大きさでね置けれますんで、この大きさいいと思います。グッドですね。さあこちらが新型フィットの EHEV1.5L FF 車です。グレードはホームになります。こちらの見積もりが合計金額295万2356円になってます。やっぱり込み込みだと結構いきますね。車両本体価格は217万2500円なんですけども、あと付属品とか諸々をつけると268万ぐらいまでいってしまいますね。付属品でついてるのはこちらですね。ナビが9インチなんて、まあ、ナビがね20万ちょっとしますんでちょっと高いですよね。まあ、でもナビも大きくて見やすかったんでやっぱりナビはつけたいですね。まあ、社外品っていう手もありますけどね。価格的にはやっぱり結構いきますね。295万2356円、まあまあいきますね。いやーもう快適です。後ろ、それでは今回の動画が少しでも参考になったなとか役に立ったなと思っていただけたらグッドボタン、またぜひチャンネル登録もして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。